こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはポッドコラム。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくポッドコラム行きました。続いて前へ行くのはカタノアサヒ、さらにはエイコーンウォン、9番プレシャスヨーク、その後ろ前に戻りましょう。ポッドコラム先手を取りました。1番カタノアサヒ、2番手を追走、その外からステイフレーム、その隣にセンターユース、その横にエイコーンウォン、プレシャスヨーク、この馬もこのグループ。さあ第2コーナーをカーブして向上面に入ります。それでは先頭からロングコース先手を取りました。これに続いてポッドコラム、カタノアサヒ、後位をキープ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。それでは先頭から先手を取ったのはロングコース、センターユース、それに続いています。さあ先頭は依然として13番ロングコース、センターユース、ほとんど差がありません。カタノアサヒぐんぐんと差を詰めてくる。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカタノアサヒ、離れてロングコース、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はカタノアサヒ、カタノアサヒ差し切った。2番手はローショー、カタノアサヒ、独走カタノアサヒ、ぶっちぎりです。カタノアサヒ1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノアサヒ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名壇競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アースナイト、ダッシュがつきません。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。肩のプロテクター、前に行きそうです。ビッグサンダース、それに続いています。さらにはコンサートミリオン、5番肩の朝日、その後ろ後方に控えたのがバルロイヤル。前に戻りましょう。なんと先頭は肩のプロテクター。これには場内からも歓声が上がります。並んで7番ビッグサンダース、コンサートミリオン、この馬もこのグループ。すぐ隣にケアレスケリガン、その横にグレートフット、これに続くのがミッキーハーバー、その外からアースナイト、内からはジム&トニック、さらにはカタノアサヒ、その外にトップツイスト、ペルシアンライオン、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてカタノプロテクター、ビッグサンダース、ほとんど差がありません。コンサートミリオン、3番手。さあカタノプロテクター、逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はカタノプロテクター、並んでビッグサンダース、その隣からはコンサートミリオン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。カタノプロテクター、先頭、差はほとんどありません。2番手はカタノプロテクター、あと 200m、 先頭はカタノアサヒ、残り 100m、 カタノアサヒ先頭、2番手はジム&トニック、カタノアサヒゴールイン、カタノアサヒ1着、2着にはどうやらジム&トニック。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノアサヒ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサマーレーサー。綺麗なスタートを切りました。タタノアサヒ前に行きそうです。サマーレーサー、それに続いています。さらにはクリスタルドミニオン、13番オブザーバトリー、その後ろ。先頭に戻りましょう。それでは先頭から先手を取ったのはサマーレーサー、その外にタレントドライブ、並んで10番クリスタルドミニオン、ブルーファルコン、この馬もこのグループ、ノースオレンジ、そのうちに続いています。すぐ後ろにチーパール、その外からオブザーバトリー、その隣にオートジピタ、エアアップ、そのうちに続いています。内からはデイストリート、その隣にクイックルーズ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前はサマーレーサー、タレントドライブ、ほとんど差がありません。オブザーバトリー3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はオブザーバトリー、片野朝日先頭、2番手はオブザーバトリー、追いすがる、やはり片野朝日先頭だ。残り 200m、 片野朝日先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はオブザーバトリー、片野朝日独走、片野朝日ぶっちぎりです。片野朝日1着、2着はオブザーバトリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野朝日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のミッキーダンス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。トップコマンダー、これは好スタート。オブザーバトリー、この馬も好スタートを切りました。アンブラソモア前に行きそうです。続いて片野朝日、その外にビッグサンデー、その隣にポップコマンダー、すぐ後ろにハイキトレジャー、青の帽子ゼンノエルシド、その後ろ。これに続いてワシントンカラー、ミッキーダンス、それに続きます。すぐ後ろにブラックホーク、その隣にレーシンプレストン、少し間が空いてアグネスデジタル、黒の帽子名称王道、その後ろ。オースミブライト、それに続きます。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭は依然としてアンブラソモア、2番手はタタノアサヒ、これは絶好の手応え。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アンブラソモア先頭、差はほとんどありません。2番手はアンブラソモア、懸命に追いすがります。やはりタタノアサヒ先頭だ。残り 200m、 タタノアサヒアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はゼンノエルシド、片野朝日独走、片野朝日ぶっちぎりです。片野朝日1着、2着はゼンノエルシド、片野朝日見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。